しせよ赤星むしむしキビえいあーすいません、ちょっと朝なんで声がねいろいろちょっとカスカスですけども、はい、ラーメン豚力さん、うん、かっこラーメン中星と書いてありますけども、どういうことなんでしょうか。ちょっと見ていきますけども、はい、西武新宿線のですね、下井草駅、中野区内の二郎系でして、中野区なんと5店舗しかないうちの1店舗です、ね、意外だな。意外でしょ。意外じゃないんですよ。でですね、なんと1つのお店の中に2つの屋号を持っているという、はあ、ちょっとレアなお店なんですね。2つの屋号、そうで、中星さんの方は二郎系ではないんですけども、はあ、まずは豚力から見ていってますけども、まあ、ラーメンつけ麺汁なしと大盛りビール、あと、まあ、辛くするやつなんかもありますけども、で中干しの基本メニューがラーメンつけ麺チャーシュー麺、はあ、動物系の和風だしの一品ということでね、はあ、まあ、僕の名前的には中干しを頼むべきなんだけども赤星さんに、ね、なので、はあ、豚力からの大ラーメンを、まあまあ、これはそのイタリアの中にバッチ監視国があるみたいな、そういうことですか。似てる似てる似てるよ、確かに。 その通りですね、うん、どっちでも頼めますよという同時にね、はあ、でまあこれ大ラーメン全部始めるともう二重で出てきちゃってね、最初からもう汁があふれ返ってますけども、まあやっぱ豚力なんでね、もう見た目からしても、あ、豚の力がすごい。豚ドアップですね。でもっとすごいね、これニンニク量、これはニンニク力ですね。丼の3分の1がニンニクみたいなことになってますけども、どんな味なんでしょうか。豚の方はですね、やはりこう低反発枕のようにズグズグとしてる、この食感ズグズグすごいですね。もう枕にしちゃいましょう、もうね。豚枕ムグググと、これもう本当に寝たい、これで、非常にいい食感でした。さすが豚力という、油はですね、ほのかに返しの風味があって、野菜はシャキとくたの中間ぐらい、まあバランス野菜かな、うん、うん、ということで染み渡る、寒かったんだな、ちょっと反省だもんな、真冬なのに。いや、この日すごい暖かかった、ね、野菜量も多いんですけども、それよりね非常に暑いんですね、野菜が、ね、もやしとちょっと格闘しながら食べていきました。結構量も多いです。じゃあさっきやっぱ暑かったんだ。暑かった方ですね、染み渡っております。麺を引き出していきますが、ね、いや、いいのよ、その麺見せてくれればいいからさ、その眉揚げとかいらんのよ。ちょっと顔を探してましたってこと。いらんのよ、別に。ね、麺自体はすごい角張っていまして、ストレートなツルッツルのしこしこ麺でございます。ね、つるしこで、つるしこでございますね。さあ、そしてスープはですね、非常に透明度の高い乳化系なんですけど、ちょっと甘みを帯びているという、ちょっとまろやかめな、スープでございますね。ごくごくと飲める、まああの後残りしない、すっきりとした味わいね、やっぱりこの非乳化とツルツル麺爽快にすすれてね、結構この相性っていうのは一番合うんじゃないかなと思っておりますね。うわ、さあ、そしてついにすごいな、現れました。野菜とかなくて全部このニンニクでこの多さになりますからね、全二郎系の中でもこれ5本の指に入るんじゃないかとか思ってますね。これぐらい多かったの、中野区でも5本の指の一つなのに。確かにね、だから中野区ナンバーワンなんじゃないですか。このニンニク量、辛さはまあまあなんですが、粒の大きさがこうでかいのでね、食感が非常に楽しい、ニンニク ねございます。なかなか食感ってとこないけどね、まあ、ニンニクで、はい。そして卓上開始いかがなんでしょうか。豚力の開始は3ということでね、皆さん飲みやすい、飲みやすいってかけやすい、飲みやすい、いやいや、醤油って飲み物じゃないのよ。あの使いやすいってこと、いろいろあるけど、カレーは飲み物とか、あ、醤油は違うのよ、返しは飲み物ではない、ないないない。失礼しました、ちょっとね、まあ、びっくり、ふとしょっぱくはない、ね、で、ちなみにね、同じ西武新宿線にね、ちょっと二駅行くと上井草、濃い豚というのもありまして、いや、ぜひそちらも行ってみたくなりましたというのが、まあ、行ってみてください、関係店なんでね、行ってみましょう。まあ、さらに行くと、先日行きました、イゴッソーさんもある、あ、イゴッソーさんね、暑いですよ、今、西武新宿線、まあ、昔からあるお店、西武新宿線ね、見てください、豚力の豚力は89です。あ、何があった。前からこう表示させていただいてましたが、豚力の豚力は89なんだ、89ということで、総合は 89.8 ということで、これはどういうことなんだろうな。いや、同じ街道沿いの、まあ、西に行くと濃い豚さんがあるということで、この界隈の
お客さんは嬉しさ100倍嬉しさ100倍ちょっとあなんか出てこないなまあ寝起きだからかなあそう西武新宿線さらにもう一個ね、はい、所沢の方にも新しい店舗できたんでねちょっといやそんな西武新宿ツアーしなくてもいやちょっとなんかせっかくなんで行っておこうかなと今年は西武新宿沿いを西武新宿沿いが今年せっかくなのか全く意味わからないけど高田のバボーもあるしもうねちょっと攻めていこう今年はね、西武新宿をということで皆さんも下井草行ってみてねゴチBye.